いやでもさ、でも面白いね。俺国連ネタなら知ってるよ。だってあいつとチャンピオン争いもしてたし。そう。いや、あのね、小暮の面白いのは、あの、小暮さんの話じゃない。いや、あのね、あいつね、ほんと天然なのよ。俺、あいつとチャンピオン争いしてて、あいつ、勝つか負けるだもん、うん、だったから、俺は勝たなくても、絶対毎戦表彰台とかポイント取ってればチャンピオン取れると思ったら、2007年、ほんとチャンピオン取っちゃう、うん。あいつ、勝つか負けるだったからね。で、あいつを、なんかたまに、あいつ車好きだよ、めっちゃ、うん、知ってる、うん、はい、はい、いや、わかります。車好きだよね、はい、で、なんか、彼女いるのとかって言ったら、いや、いますよとかって、ね、すごいねとかって、あの、でもそんなさ、汚い車持ってたら怒られるでしょ。いや、そんなことないですよ。でも、一回だけ彼女怒らせて、あの、車蹴られて凹んだ時は僕も切れましたとか言って。